街頭でのパフォーマンス、凱旋、これとても大事なんです。でもなかなか旧来の凱旋活動は基本的には労働組合の人たちがやってきたんで、旧来の日本でのデモ行進も労働組合の人がやってきたんですよ。労働組合を作ったのは GHQ ですから、 GHQ が CIA を作って今の日本支配の司令塔にいるわけですよ。そんな GHQ が作った労働組合で世の中変えられるわけがないじゃないですか。じゃあ左翼を作ったのも CIA、 統一教会を作った、右翼を作ったのも CIA じゃないですか。じゃあ私たちはどこで生きていくんですか。こうやって街頭で道端で集まることができるわけですよ。だからこそデモが世の中が本当に変わるときには必要になってきます。今はまだこうやってデモに来てねって言っても、まあ、数百人ぐらいとか、まあ、ぐらいしか来てくれないんですね。私たち、まあ、9月10日に統一教会本部前でデモをやりました。まあ、参加者トータル500名ということでございまして、しかしですね、結局その後、統一教会から、訴状は届いてませんと、訴えられておりませんと。多分もう、まあ、1ヶ月以上経ってますからね。まあ、来なさそうですね。このようにですね、まあ、統一教会から2回、警告状が届いておりました。まあ、デモやったら、刑事民事問わず、訴えるぞと言っていたわけでございますが、まあ、要するにですね、統一教会反対の民意が強く、デモを訴えることができなかったということですね。はい。まあ、デモの効果はあったということですし、結局、デモを訴えることができないということですから、まあ、こちらがやってることの方がトータルとしてやはり社会としては正しいということでございます。大体デモされる方が悪いんですね。政治活動ですから、ああいうのも。ただみんながたくさん集まっただけですから。はい。一人が統一教会の前に行くのは別に自由でございまして、500人行くということも基本的には自由なんですね。それに対して、まあ、訴える。まあ、宗教法人が非常に保護されておりますので、訴えたら、凱旋禁止命令は出そうかなという気はするんですが、しかし結局訴えられなかったということですね。統一教会の横暴を止める、抑止力にはなったし、なっていると思います。また、次、本当に1000人来たらどうしようと思ってると思いますよ。あと、付近の住民からの目もありますよね。またどん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 、なんか毎月のようにあんなデモが行われたら、本当に統一教会あそこにいられなくなりますね。まあ、そういう意味では抑止力になったと思います。統一教会問題が、まあ、明らかに世間の明るみになったことにより、統一教会へのダメージは相当でございます。この機に、まあ、解散させるべき、まあ、私たちもそのように当然思っております。We'll be right back.